皆さんこんにちは、ケンです。今日は珍しいものを手に入れたので、そのご紹介の動画になります。こちらです。ウエンドさんのケンワックスキットというものになります。それでは開封していきましょう。ピンク色のチェーンワックス、チェーンクリーナー、ワックスオフ、まあ、要は古いワックスを落としたり、ワックスを溶かしたりするものになります。マイクロファイバータオルで、ステッカーも付いてましたね。はい、で最後に、トリセツですね。この製品の説明、まあ、ロードバイクにもマウンテンバイクにも使えますよ。あとは後ろにはその使い方ですね、まあ、全部英語表記で日本語訳とか書いてあるものはないですね。じゃあちょっとこれまず読んでいきたいと思います。チェーンクリーナーなんですけど、最初蓋がついてるのでこれは外して捨てましょう。でなんか白い感じの液体なんですけど、ちょっと見づらいんですけど、で匂いがなんかあれです、バニラエッセンスの匂いがします。すっごいいい匂いですね。これはなんかこうやって押すとこがあって、押すとここからちょぼちょぼってチェーンクリーナーが出る感じですね。保存しとくときはここを閉じると。出しすぎとかそういうことは、まあ、この蓋があることでなさそうですね。このチェーンクリーナーなんかオイルっぽいですね。ワックス溶かすためだと思うんですけど、すごいヌルヌルというよりはサラサラ系のオイルで、先ほど言ったようになんかバニラエッセンスの匂いがします。でこれ次チェーンワックス、これは回すのかな、あ回す、この蓋は回して外れます。おー、これあ、これも匂いがします。なんかなんだろうこれ、なんか、なんかフルーツの匂いがしますね。これ何の匂いだろう、まあ、これ今回クォーターとかにつけると似合うかなと思って買ったんですけど、今回つけるのはこれですね。私のスーパーシックスエボス、こちらに入れていきたいと思います。で今一応もう下準備はできてまして、一応洗車はしてまして、今すごいチェーンとかが綺麗な状態です。風呂毛も含めこうやって触っても何もつかないですね。一切汚れがない状態にしてます。ざっくり和訳すると、このマイクロファイバータオルにこれチェーンクリーナーを塗布して、まあ、このようにまず綺麗な状態にしてくださいと。で今これはもうすごく綺麗なので、まあ、今回はここ省くんですけど、まあ、これが第一ステップ、まずチェーンを必ず綺麗な状態にしてください。で次にこれワックスをローラーの部分に当ててくださいと。上と下に当てて一周させてくださいと。でそれを当てたら最後にまたこれを少し、全体になじませて塗布するそうです。おそらくなんですけど、まあ、固形のワックスをつけるチェーンにつけるので、まあ、そのチェーンをこれをつける、少しだけつけることによって、まあ、溶かして多分ローラーの中に浸透させてくださいっていうことだと思います。じゃあ早速実際にやっていきたいと思います。はい、メーカーのシールも貼り付けました。で GoPro ここにつけてみました。では県念願のワックスつけてみたいと思います。まずローラーですね。下からいきましょうか。いきます。はい、では念願のワックスつけていきたいと思います。まずは下から
GO!次上行きます。ゴー。とりあえず一周しました。どんな感じかっていうと、今このようにこんな感じでついてます。こうやって指でなじませたいと思います。ワックスはですね、なんかそのどんな感覚かっていうと、裏っぽくじゃなくてサラサラしてて、なんかなんていうのかな、小麦粉、水で濡らした小麦粉、いや粘土かな、粘土とか触ってるような感覚で、手に手洗いたいとかいう油ぎっしゅな感じじゃないっす。一つメリット見つけましたね。あ、オイル系とワックス系との違いで、まあ当たり前なんですけど、まあオイルが垂れることがないですね。それに、まあ仮にワックスの粉みたいなの落ちても、そんなに床が汚れるわけでもないんで、それはいいメリットだなと思います。あと、まあ手汚れたくない人は、あの素手でやらずに手袋とかなんかでやった方がいいと思います。揉んだ時の状態がこんな感じ。で、説明書を見ると、これで、まあ、チェーンクリーナーをちょっと塗布してこうやってなじませるといいそうです。あ、確かに今少しチェーンクリーナーつけて、全体にローラーの奥まで行くようになじませてるんですけど、これをつけることによって、まあそれが潤滑剤みたいな感じになって、これすることによってなじんできました。いいっすね。まあこれでローラーの中は大丈夫ですね。で、最後にやってみたかったこと、インスタグラムとかでよく見たことあるようなことをします。で、この何したいかっていうと、この側面にもこれを塗っていきたいと思います。あ、本当はもったいないんで別にしなくていいと思うんですけどね。こうやね、なんかこれこうやってやってたな。おお。あ、ちょっともったいないけど。おっと。こんな感じです。どうですか、かっこいい。これ今手についたワックスなんですけど、こうやってこすると、なんか、あ、わかります？消しゴムのカスみたいにボロボロって落ちてきますね。あ、もう手で揉んだだけでこんだけ落ちましたわ。今ウェットティッシュ、あ、あ、いいっすね。ウェットティッシュで拭いたらもう完全に落ちました。しかもなんていうんですか、この油が残ってる感じも、まあ、ワックスなんであれなんですけど、すごい楽っすね。あ、終わった。石鹸で手洗わなくても綺麗になります。はい。
かがだったでしょうか。このチェーンワックス、すごい面白い商品ですね。またつけた感想は別の動画であげたいと思います。その他にも青とか黄色とか白とかいろんな色のカラーワックスが出てるそうです。ぜひチェックしてみてください。今日本で取り扱ってる店があるかどうかはちょっとあまり分かってないんですけど、まあ、海外のサイトから購入することは僕が調べた限りは今できるそうです。はい、今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。